いなくなってるもん。あ、こいつは動かんよ。死んじゃってるわ。え、こいつはメス生きとん。メス生きとん。オスがあかんかったん、うん、あ、オスダメやろな。え、死んでるわかな。これは死んだふりとかじゃなくて、うん、餌いらない餌。でも、やな、やっぱ調べたときに、うん、調べたときに、うん、もし、このメスの子と赤ちゃんを準備できとったら、うん、オスの子は死んじゃうねんって。え、メスは？メスはそこから卵を産むかもしれないってことは、オス死んじゃったってことは、もしかしたらこれから卵産むかもしれない。今から卵産むかもしれない。そうなの、うん、さあ、まあ、水一回入れたと。え、あのさ、真っ白のさ、ケージ、カブトのケージはさ、めっちゃ結構ベチャベチャやったよ。湿気刺さなあかんのじゃん。っていうか、オスのけたりいいよ。オスのけてからシュッシュしたりいいよ。ティッシュ持ってきな。めっちゃさ、このこれさ、フルーツの匂いする。ティッシュどこ？ティッシュどこ？え、クワが、クワは、ノコとギリは。持ってこい。なめらげら。ノコだけでココロくん触ってない。最悪やな。見立ってない。ノコとギリ。それにしたろ。えじゃなくなってるぞ。はこれにしよう。うん。うん。来てる来てる来てる。メスやね問題は。メスが出てこへんの全然。そう。いや、なこれクワガタは中に木入れとうから。虫虫虫。虫ワイト。俺の肩こうラッとかよくさ。メスちゃん元気ないで。オスが死んだからちゃう。ね、でも一匹目も死んだで。このまま卵産んでくれたらいいな。え、なんで水変えたん？え、私があかんって言ってん、それ水変えたら。そう、専用の水やから。もう大丈夫。あ、そうなん。なくなったって、うん、ノコギリ噛まれんようにの。噛まれんように、挟まれんようにの。急に登ってきたりするで。あ、おるやん。え、おるやん、メス。え、それオス？うん。お、メスは？メスはこっちにおらんってことは。絶対に隠れて死んでる可能性が高い。いや、こっち側に木を入れとんねん、一本。入れてん、怖く。うん。どうすんの、これ。終わるもらわたか。あ、適当すぎるやん。ここの上置いたらいい。あかんあかんあかん。よう触れるな。ここ持ったら大丈夫。はい、入れてあげてください。食べるの？どっちって。こっち。入れるか。抜いて。そこの下あかんやろ。そうそうそう、ゴミ箱ね。こっちもや。
ちも入れる？うん、どっちも入れた方がいいよ、うん、どっちも入れるで。一日3g しか食べへんらしいけどな。いや、あの普通にもう全部食べる。すごいな、食欲、食欲旺盛やな。でも大きくならへんねんな。太らんっていいよね。なあ、どんだけ食べても。水やりすぎたらさ、死ぬで、息できなくて。大丈夫、全然やりたれんから俺。乗ってくないから。息できなくて死ぬねん。その情報はどっから入ってきたんや。え、なあ、前、自分で捕まえた時に、おったからな。捕まえた時に水だったら。でも人間も水飲まんかったら死ぬで。水こうやってシュッシュッてしたら死ぬ。水が臭い。ナナハだって雨とか台風とか多い時期やで、夏って。その時期に生きとんねんから、多少は濡らしといたらな。雨降るんと一緒のことやで。ナナちゃん、パンツ食い込んどうからさ、上げすぎ。どこ？ズボン食い込んだ。メスおるんかな、それが不安よね。メスがしたり、それはな、もう触らどうしようもないよね、うん、下手に触ったら、下手に触ってそれでもう死んじゃったら、なんとかだったら嫌や。そう、卵産んでほしいんだ、できればな。ていうか、オスとりあえず埋めたらな。シシシシ、金のが入っていたで、下に。うん、あ、いいよ、はい、いいよ、シシ、いいよ、シシは、シシはお父さん用にね、お父さん用にね。はい、シシ以外は元気です。え、いや、はい、シシをね、どうにかしてあげない。メシメシ、心くんのメシも、うん、元気ではないな。分からへんな。だって外に出てないもん、ずっと。頑張って、お父さん用にね、シシをね、埋めてあげましょう。